こうさ、ちょっとまだ決めてないんだけど、こうやってこう風とか鳴った時にこう音が出たらいいなと思って、だから扇風機とかもし使えんだったら、扇風機の風をオンオフしたりとかするのとかで、こうギターを弾くみたいなのを、それで演奏ってことにしようかなとか、ちょっとそれ試してみたいな。扇風機やるか聞いてみようか。あ、そうだね。はい、ね、使い方がこれに、これを見て、はい、後ろの、あ、ないか。これで、こいつに入れると、インプットに入れて、あ、でも今これ電源入ってないんだ。あ、出ちゃうんだ。はい、これで、これを、あ、そうだ、アンテナを刺すと、うん、はい、アンテナのところに刺して、うん、HHF、はい、チャンネル123、あ、上、うん、上下下、ね、はい、上下下、はい、で、カジオさん、あ、88.2、 88.6 にも設定してる。6、じゃあ俺4で、はい、時間ぐらい大体持ちます。一応あのオープンのタイミングで、まあ、新しいやつにする予定です。来た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 、成功。多分そのめちゃめちゃでっかい音じゃないけどね、うん、激しく揺れるわけじゃないけど、うん、でも完全に風の影響で音が発生してるよ。こうやってなっちゃうとこっからさ、スルスルって抜けちゃうんだよ。うん、抵抗をね、つけるわけだね。そう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 、わざと抵抗、うん、そっかそっか。だからなんかさ、まあ今回はあれだけど、なんか抵抗をつける方法を考えたらいいってことだよ。だから手つかなかった。あ、本当だ。なんで、なるほど。あ、そうだね、真っ暗。へぇ、テーブルとかが必要だったらそこがいいかな。はいはいはい、なるほど。タンバリンは、あ、まずタンバリンは、怖い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 っていうのと、っていう感じ。
拾ってはいないね。ここに風が来てなければ大丈夫だから、うん、あと一応他の動作もする時のためにじゃあもうちょっとここでもいいかな。ちょっといい、もうちょい上向けるわ。じゃあうんうん、ちょっといい。いやこれね、うん、この扇風機に多分、うん、近いところの方が、うん、ちょっと今下げちゃった気がするんで、ちょっと待って、これ当たんない方がいい。どっちもここにかな。いや、これ多分ここに風は来てないから拾わないはず。あ、じゃあ大丈夫これで、うん、うん、どこで巻くのがいいんだろうね。これネックじゃない、うん、ネック、ここでいいの、うん、うん、ちょっと待って、先にじゃあこっち回しよう。ここ通す、通さない方がいい。あ、通すか。で、ペグのあたりにかけるか、うんうん、じゃあ、うんうん、こいつが当たると嬉しいんだけどな。うん、結構やばいやばかったね。それ怖い、それ怖い、それ怖い、採用した方がいい、それ。じゃあ、はい。あと、ケントさんって準備できた？あ、本当に、なんか一回みんな準備できたら、あの音でかいよ。いや大丈夫だと思う。とりあえずあの暗くした感じを確認して、あとは OK かな。うん。俺も完全自動演奏システムができたんで、うん、まあ特に俺がいる必要はなくなった感じ。まあいてもいいけど。うんうん、まあ監視っていうかさ、うん、チェックだけ。それでとりあえず電気を。はい。電気消してみましょう。これ山返すわ、ありがとう。あ、裏ね。裏に。あ、87.9 になっちゃって今。やばい。